ス作り完了だ。とヘルダルフのつながりがなくなったらもう何も心配しなくていいのかな。どうだろう、大地を器とするほどの存在だ。果たしてそれだけでいいか。ああ、大地の汚れ全てを浄化しなきゃダメかもしれない。どうな、ライラ。竹やぶ焼けた。はい、竹やぶ焼けた。絶対わざと振ってる。本来大地の汚れはあの坊やが浄化してた。あの子の力は大地の営みそのものなんだもの。自浄作用みたいなもんか。今回はそれだけじゃ足りないかもね。同志の活動は大地の自浄作用を外から助けていると言えます。けどそれも今はスレイ一人か。ちゃんと考えとかないといけないな。けど考え込んでもしょうがない。だね。調子で行こう。また戦争だってよ。ああ、今度はローランスもハイランドも本気だ。すげえ衝突になるって話だ。戦場はまたグレイブガンとボンチあたりか。こうしちゃいられねえ。ああ、食料に武器、薬に棺桶、稼ぎ時だな。本気の戦争。まずい、前以上に汚れが集まったら。それこそが狙いなのでしょう。ヘルダルフ、行ってみよう。グレイブガント盆地あたりらしい。やったっす、とうとうカバキの居場所をつかんだっす。ちょっとしっかり、大丈夫か。ありがとう、旅の疲れが出たよっす。けど決着の時は来たっす。猫人の里に急がないと。壁にあんな体で。猫人の里、そこで決闘するつもりなのか。猫人が住むっていう幻の村に。猫と亀の大決闘になったりしてな。で、どこにあるんだろう猫人の里って。そ
んな伝説聞いたことも。私も詳しいことは。行きたいんなら調べるしかないね。じゃあ各地の伝承に詳しい天族を当たってみるか。なるほど、看護天族なら伝説とか伝承とか詳しいかもしれないもんな。騎士団の被害報告、負傷118、死亡30。俺の砲弾が足らんぞ。伝令、化け物敵部隊に死傷約50を与えり。決着したのか。冗談だ。多分先発部隊の小競り合いでしょう。両国の本体同士の衝突ならこの程度で済むはずないもんね。この程度って白王騎士団はまだか。ラストンベルの避難誘導に手間取っている模様です。そんな場合か。スレイさん、このままここにいても。白王騎士団がラストンベルにいるって。セルゲイに会ってみよう。そうだな。何があったの、トル。みんながペンドラゴで捕まっちゃった。数奇教の暗殺の容疑、僕たちがハイランドに頼まれてやったって。なんで、あれは私が勝手に。ルナールが帝国に持ちかけたんだ。そういうことにすればいいって。なるほど。帝国は海戦の大義名分を探していただろうからね。数奇教の暗殺をハイランドが図ったことにできれば十分すぎるな。ルナールに罠を張られて、エギーユが盾になって僕だけ。ごめん、逃げるのが精一杯だった。覚悟はしてた、そういう仕事だから。けど行ってもいいよ、ロゼ。止めないとヤバいじゃない、戦争。けど大義名分を得たらやることは決まってる。証拠隠滅だわな。放っとけないんでしょ、どうせ。家族は大切ですもの。自分で言ったじゃないか、ロゼと俺の仕事は違うって。ありがとう、行ってくる。私たちはどうします。風の骨救出と戦争、どっちもなんとかしなきゃだが、体は一つ。セルゲイはラストンベル。ハイランド陣地にはアリーシャがいるかもね。俺はここら辺洞窟を通ってハイランドへ抜けられたよな、確か。ラモラック洞穴ね。
信じられるかよ。勝手なことばかり言いやがって。そうだ、戦ってハイランドを追い返せよ。頼む、落ち着いて聞いてくれ。すまない、回線を止められなかった。まだ最悪じゃないよ。うん、なんとか最小限の被害でとどめたい。そのために住民の避難を。何が避難だよ。逃げる前に戦え。父ちゃんと兄ちゃんを殺したハイランドと。あんたは和平派だったよな。避難とか言ってハイランドに町を明け渡す気じゃねえのか。そんなの嫌だ。違う、本当に危険なのだ。ハイランドは全軍を挙げて侵攻してきている。こっちも全軍で攻めればいい。それでは果てしないこの試合に。敵を殺すのが騎士の仕事だろう。なあみんな。そうだ、ハイランドなんかやっちまえよ。冗談じゃないわよ、町も財産も明け渡すなんて。勝手なことばかり言いやがって。守れよ俺たちを。一度町を出よう。逃げるんじゃねえ、腰抜けが。売国だ。臆病者、誇りはないのか。命がけで。町の奴ら、団長の気持ちも知らず勝手なことを。彼らの気持ちもわかる。先のハイランドとの戦いでは大勢が死んだのだ。それにしても住民の汚れが急に強まりました。別の原因があるんじゃないか。セルゲイ、俺たちも手伝うよ。わあ！ヒョーマ！セルゲイ、こいつらは。普通ではないな。だが隊列三の陣、ローランスの民を傷つけるなら引くことはできない。逃げろ少年。スレイ、僕たちも分かってる。邪魔をしないでくれたまえ。せっかくお膳立てしたんだ。全部お前の仕業か。早くサイモンさんの領域を破らないと。ああ、見失ったか。はあ、なんでこんなとこに。何、敵を片付けたからさ。ザビーだ。うっと、いかんいかん、つい返事をしてしまった。風まで騙すとはすげえ現実だな。術者は間抜けだけど根が真面目なものでね。セルゲイの姿で何をする気だ。使い道はいくらでもある。邪魔だった本人も今頃氷魔に殺されているだろうしな。ターン。
さあ来い、どうしよう。やりにくい。それが狙いだ。情をかけるなよ。わかってる。こいつはセルゲイじゃない。ついてこれんの。我が高さは引きてん。シルビスティア帝銀共犯。スリッティバー帝銀共犯。スリッティバースリッティバー帝軍共犯。スリッティユーラの対話だ。帝軍共犯。スリッティマイエヌゲレンドウスズノリ投げてザンサッチで天空ズノリで跳ねる構いグザラグザラハクリムユーマメガリーボンダルワカ我が目は死を輝くはガサイと高まれアーシッパー無駄ない。こいつをくらい。なるわさん止め。なりに理由は違った。終われない。もうまだだ。過信者新機械をラストに焼き捨ててる。新機械をラストにお湯に熱でアニルメイはクッソだ。まずは上我が剣は真赤き豪華に介護せよ。グランドレイブおゆる攻撃ケチラ推進将来攻撃力が高い。推進将来我が弓を装填青く弓にダウンしてよ。アクアリムス今回は僕の方が活躍しただろう。下手ほどファインプレーに見えやすいって言うしね。まったく容赦がないのだな。お前はセルゲイじゃないからな。なるほど、あの騎士と同じ思考だ。友だから助けるな。敵なら殺す。汚れていなければ守るな。兵馬は消す。実に単純で素晴らしい世界だ。お前たちにとっては。何が言いたい？ただのエゴだと言っているのだよ。汚れの源であるエゴだと。そんなこと、私が煽ったとはいえ、住民たちの怒りや憎しみはごく当然のものだ。だがお前たちはそれを汚れと呼び消そうとする。同志の使命だの騎士道だのの名目のもとに。さて誰が保証するのだ、そんなお前たちが汚れていないと。違います、スレイさんは汚れてなど。違わないだろう。お前の知る先代同士も。使命でも誰かのためだからでもない。自分が信じていることをやっているだけだ。俺も、セルゲイたちも。今さら開き直るか。今さらじゃない。ずっとそうしてきた。これからもね。皆に支えられて、か。それがたゆまぬゆえんか。スレイさん戻ろう。大丈夫さ、セルゲイも。スレイ、あそこ。セルゲイ、自分は大丈夫だ。だが、セルゲイ殿、事情は聞いた。この子を助けてくれたそうだな。俺、父ちゃんと兄ちゃんの敵討つつもりで。気持ちはわかる。だが劇場に体で飛びかかるだけでは獣と同じになってしまう。それでもいいと思ってた。ハイランドのやつを一人でも殺せれば死んでもいいって。いいわけない。俺たちは人間だ。もっと別の道を見つけられるはずだろう。共に探してはくれまいか、皆が生きるための道を。わかった、話だけは聞こう。かたじけない。本当はな、スレイ、
自分も獣のように戦いたいのだ。こんな嘘つきの自分はきっと汚れているのだろうな。汚れてなんかないよ。ロゼはどうしてるかな。無茶してないといいけど。無茶を期待しないのは無茶かもな。ペンドラゴに行ってみれば。そんなに気になるなら。ハイランド軍の陣地にアリーシャさんもいるんでしょうか。こんなことになって苦しんでるだろうな。馬鹿正直だものね。誰かさんと同じで。スレイ、ハイランドの陣地に行ってみよう。またやりやがったか。これで5件目だな。何があったの？知らないのか。ここんとこ毎晩貴族の屋敷が襲われてるんだ。それが妙な盗賊でな。襲うたびにあんな張り紙を残していきやがる。一緒に奪った金もばらまいていくんだ。残念だったな。もうちょっと早く来れば拾えたんだが。受けたくねえよ、悪党の施しなんざ。ロゼ、一人で無茶を。今気をもんでもどうにもなりませんわ。ロゼが動くとしたら夜だ。夜を待とう。を探ってみましょう。ロゼさんに会えるかもしれませんわ。待った。約束の金を払えないってどういうことだい。当然だ。どれだけの被害が出たと思っている。警備30名が負傷、被害総額は2000万ガルド以上だぞ。知らないね。警備が間抜けだからだろ。賊は貴様が目的だと言っているが。明朝、風の骨の処刑を執行する。そこでケリをつけろ。報酬の件はそれからだ。
どうやって棟梁をおびき出す？それを考えるのが貴様の仕事だ。元仲間、いくらでも連絡の方法はあるだろう。わかったよ。兵馬！百人熱波攻はビルクーザーや平原強化ビルコンやビルクーザーや立ち向けまいけなついてこれんの我が翼は壁天天王は定まっているシルビスティア狐を見失った。探そう、夜明け前に見つけないと。やっと会えたね、ルナール。ああ、あんたのお膳立て通りにな。助かったよ。さすがに牢の中じゃ手が出せなかったから。独裁と思ったが気が変わった。やっぱりこの手で殺してやるよ。棟梁！ダメだ、逃げろ。どうしてボロボロじゃねえか。悪いな、その子が死ぬと悲しむ奴がいる。こいつは任せろ。ロゼはみんなを。ごめん、すぐ合流するから。どうしか。油断すんなよ、この狐は。はい、手軽が異常に強まりました。行く、燃えやがれ。強欲一戦狙い撃つぜ。引き裂く竜の先、天の特徴かがめろ。名銀共犯狙い撃つぜ。助けに来たよ、フェル。ありがとう、トリオ。尽きて切りん。おいおい、強欲一戦行け、燃えやがれ。行け、燃えやがれ。かがめろ。タン水殺し天の動くるん。さすがに走るぞ。焼き切る、焼き切る。あとはロシア、しっかり。すまない。将来我が剣は死ぬ。赤き狼に返せよ、フランス。まず一滴。助かった。さっきの俺いけるのか。つけるよ、身内の不始末は。うるせえ。空想は見せろ。火を出さない。これどうだ。水深将来、攻撃力が水深将来。我が弓は当然青く水に弾くよ。
我が翼は壁天、天の王は空の主人、シルフィスティア、陣の列島、千の特徴、幕は託人、チリシムジライフジョン、シルフィスティア、我が翼は壁天、天の王は空の主人、シルフィスティア。焼けないね、どうし。これは数奇鏡と同じ。棟梁、一体何が。なぜ。私の仕事。眠りよ、こうねえ誰。ざけんじゃねえ、安らぎもクソもあるか。カッコつけようが人殺しだ、ただの。分かってる。家族ごっこの建前のくせに。だったら決めハイランド軍の陣地にアリーシャさんもいるんでしょうか。こんなことになって苦しんでるだろう。バカ正直だものね、誰かさんと同じで。スレイ、ハイランドの陣地に行ってみよう。行くぞミクリオ。マーボットです。素早い攻撃を多用します。奥義で迎撃するのが特殊。油断はできない。総攻撃の準備急げ。勅命が下り次第、総力をもってローランス軍を殲滅する。これは同志スレイ、ようこそ我が陣地へ。ちょうどいい、間もなく総攻撃を命じる勅命が届く予定なのだ。君たちがよく知る人物を使者としてね。まさかアリーシャさんにそんな役目を。バルトロの小細工だろうが面白い思考だ。素直に届ければ対戦が始まり、拒否すれば反逆罪で処罰できる。アリーシャの困り顔が目に浮かぶよ。あなたは私を切るか。いいだろう。お前をローランスの刺客だと叫べば、勅命がなくとも総攻撃の名分が立つ。
りゃ分が悪いぜ。どうにも兵たちを抑えるにはアリーシャの力が必要だ。アリーシャ、やってみるがいい。できるものならな。古代語の匂いがする。陣地にアリーシャはいなかった。レディーレイクに行ってみよう。けどアリーシャさんを頼ればマルトランさんが兵馬だと教えることになりますが。傷つくわね、あの子。それでもアリーシャを頼るしか。アリーシャ、どうなったかな。家に行ってみるか。戦いの邪魔ばかり。よくもハイランドの面汚しが。急に何を。アリーシャ、はスレイ。話はあと。ライラ、はい、重視契約復活させました。お姫様、俺はザビーだ。よろしくね。その顔、聞きたいことがあるって言ってくれる。いえ、今は戦いに集中します。見切った。この一瞬に全てをかける。超絶光線やれたら。絶賛の絶賛のは待ちに手段で。やれくる決める。見切った。この一瞬に全てをかける。超絶光線。とまあ、おおよそはそんな事情さ。そうですか。ザビーダの話ばっかりだぞ。まあ、おいおいね。兵士がなぜアリーシャを。私がもたもたしているからだろう。攻撃を命ずる勅命を届けずにな。そこまで憎悪と不満が。見ての通りです。戦争は止められそうにありません。諦めるの。だってどうしようもないではありませんか。ローランスを撃てという王の命令、勅命は出されてしまったのです。そんなもの握りつぶしちまえば。都合が悪いなら。ザビーダ様、握りつぶすとはどういう意味でしょう。そのままさ、命令書を隠しちまえってこと。無茶な。そうだ、アリーシャにできるはずが。別に強制はしないよ。悲しみに暮れる憂い顔も嫌いじゃないしな。スレイ、戦争を止めるにはザビーダ様の言う通りにするしかないようだ。また力を貸してもらえないだろうか。本当にいいのですか。国に反抗することになりますわよ。承知の上です。わかった。アリーシャが覚悟を決めたなら嫌とは言えないね。ザビーダ様も頼りにしてよろしいか。けなげな姫のためとあれば。泣きそうな顔よりずっと好みだしね。諦めるのは早いよ。ローランスのセルゲイも停戦のために動いてくれてる。あちらにもそのような方が。
幸い軍を指揮しているのはマルトラン先生だ。きっと先生も協力してくれる。どうした？それは無理よ。マルトランは氷魔だもの。え？最下の剣士の配下として戦争を煽った張本人なのよ。エドナ！教えておかないとまずいでしょ。だな。後ろから刺されてからじゃ遅い。嘘だ！冗談でも言っていいことと悪いことが。落ち着いて、アリーシャさん。そんな、マルトラン先生はずっと私を励ましてくれて。取り乱してすまない。会えばわかることだ、マルトラン先生に。また泣きそうな顔になっちまったか。ボトルの調合が終わったぞ。大丈夫だろうか？大丈夫、見えるよ。よかった、成長したのだな。けど少し霞んでる。少しって、戦いでは致命傷に。だとしてもこれはアリーシャが見届けるべきことだと思う。スレイ、今さらよ。うだうだ言わない。どうせスレイにフォローがいることは変わらないし。行こう、アリーシャ。ああ。腕を上げたな、アリーシャも。ああ、鍛え直してもらったんだ、マルトラン先生に。そっか。先生。
やっと気づいたか、私の正体に。なぜ。私が信じる理想のためだ。お前が使者だろ。総攻撃を命じる勅命を渡せ。では力ずくで奪おうとしよう。来い。ここでは人目につく。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。ライラ、マルタランは何の兵馬なんだ。それが、正体が見えないのです。わかるのは、手ごわいってことだけか。強い美人か。相手にとって不足はないな。大仕事が控えている。手早く終わらせよう。なぜです、先生。この後に及んでまだ問いを吐くか。今見えているものが現実であり事実だ。そんな基本もわきまえぬものが民を導こうなど少子極まる。理解はしています。でも。では悟っただろう。お前の青臭い理想など一辺の意味も持たないという現実を。国にとっても民にとっても、もちろん私にとってもだ。だったらどうして私を支えるふりをしたんですか。二つだけ利用価値があったからだ。お前はハイランドとローランスを最大の力で衝突させるための道具だった。バルトロラを反発させ暴走させる役には立った。アリーシャの理想には意味も価値もあるよ。ああ、少なくともスレイは信じてる。スレイさんだけではありませんわ。マナ弟子への最後の授業に邪魔しないでもらいたいな。邪魔が入るのが現実ってもんさ。そっちもよく喋るのね、この後に及んで。確かに、もはやかわすのは刃だけで十分だ。もう一つの価値のためにもな。アリーシャは下がって。わかった。やってみせる。隙だらけだぞアリーシャ。ライラ、こいつの弱点は。わかりません。この方は兵馬なのに正体を抑え込んでいる。コガハマン、癒しの上から終わらせる。次を吠えろ。雷電登場だ。スレイさん、意志を強く持ってください。別荘の槍、神秘解放、ラストリー、残酷に行くよ。逆人の術を言える。逆人の術を言える。応援一戦決める。無差別止まらないだろ。無差別メイクショー、変化に出るか。いざ参る。すぐに見て復讐だ。キュアハメイクショー、俺に任せて。メイクショー、行くぞ。少し苦戦中だ。
この方も浄化などされてたまるか。真に浄化されるべきはこの世界の方なのだから。もうやめてください先生。あなたは彩花の剣手に騙されているんです。どこまでも優しいな。私はそんなお前が。ヘドが出るほど嫌いだったよ。これが現実だよ、アリーシャ。あの方の理想に身を捧げた証、後悔はない。アリーシャ！